皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。本日はエストレアの走行動画です。エンジンガードをつけてから初めて走ると思います。これはパンク修理剤。それでは出発します。始動確認というか始業点検しないといけない。ミラーが全然あさっての方向向いてました。のどかな道を走ります。この道はやっぱりガンマとかで走るよりもこのシングルでどこどこ走った方が似合いますね。ちょっとまだ路面が濡れてます。さっき雨が降ったんで、今もう雨は止んでます。この後降らないっていうのでちょっと走らせようかなと思って、今日はこの走るついでにホームセンターまで行って合鍵を作ってこようと思います。このエストレアの合鍵です。購入した時キーが一つしかなかったので、左に曲がります。結構な上り坂なんですよ、ここ。やっぱこれ撮影した後見るとやっぱ上り坂とか、まあ当然下り坂もそうですけど分かりづらいですよね。相変わらず2グリップできないで走ってます。ここは国道464号線です。通称梨街道。そこを一瞬だけ走ってここをまた左折します。ちょっと風が吹いてますけど、まあここもとてものどかな感じのところです。あれ雨降らないって言ったのに、なんか雨降ってきたような気がしますね。これシールドに細かい水がついてるような気がするんですけど、もし雨降るんだったら行かないでこのまま帰りますけど、どうしようかな。なんか雨、私は基本的に二輪車乗らないようにしてるんですけど、理由は2つあって、当然危ないっていうことと、危ないって言ったら全部理由がそこに収まっちゃった。タイヤも滑りますしね。やっぱ二輪車は不安定な乗り物ですから、雨の時はやめた方がいいんじゃないかと思いますけど、今思ったんですけど、これ結構上半身を寝せて走るとハンドルの角度合ってるかもしれないな。前のオーナーもしかしたらこういう風にしたんですかね。前を走るのはスズキの K ですけど、私の愛車四輪車と同じです。これノーマルタイプですけど、私のは K スポーツでワークスの外装をまとっていますけど、雨降ってきましたね。これやめましょう。今日はわざわざ雨の日に走っていくことないので、ちょっと走ってこれで帰ろうと思います。雨降らないって言ったのにな。天気予報士さんの予報もきっと大変だと思います。うん、いい音。ここで U ターンして帰ります。 U ターンというかくるっと回り込んで、間違いない。帰りましょう。さっき YouTube のビデオでサーカス、サーカス、サーカス&サーカスでしたっけ、
2を見た。85年ですかね、あれ85年か86年の映画だと思うんですけど、フレディ・スペンサーがダブルエントリーした年、ランディ・マモラとかクリスチャン・サロンが雨のレースで活躍するんですよね。まあ、私は雨が得意じゃないので活躍しなくてもいいと思ってますけど、私はですね、私は単なる一般人の安全運転ライダーに徹しようと思います。この道は私がサラリーマン時代の通勤路だったんですけど、変わってないですね。あ、でもこのオレンジ色のポールが前はなかったんですよ。会社辞めてからできたのかどうか覚えてないけど、曲がり角はサード、サード。いいですね。前の動画でも申し上げたんですけど、シートがノーマルより薄いシートがついているっていうことと、 WM のバックステップがついているっていうことで、私の足の長さだとニーグリップできないんですよ。危なかったですね。見てないっちゅうことで。今の方も手挙げてましたけど、ねえ、私が止まったから手挙げて済んだけど、ぶつかっちゃったら手挙げただけでは済みませんからね。でもよそ見して走っちゃダメだっちゅうことですよ。危ない危ない。この道はとても遅いんですけど、カーナビで案内するんですよ。驚いたことに今のところはすれ違いないんですね。対向車が来ると、まあお互い通る人はもうそういうことって知ってますから、お互いこう譲ってトラブルにはなりませんけど、目的は果たせませんでしたけど、でも無事に帰る、無事に走ることが目的なので良かったのではないかと思います。ここも上りでトルクをかけながら走ります。トルクがかかってる時が気持ちいい。それではそろそろ家に着きますので、この辺で失礼したいと思います。皆さんも十分気をつけて乗りましょう。ああ、また雨がちょっと強くなってきた。それでは失礼いたします。よいしょ、無事に帰ってまいりました。それではこれで本日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。